クリスチャン・アルブレクト、または、クリスティアン・アルブレヒトは、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプ公、リューベック司教。ゴットルプ公フレゼリク3世と、その妻で、ザクセン・先帝公、ヨハンゲ・オルク1世の娘であるマリー・エリーザベトの、息子として、ゴットルプで生まれた。1659年、父が、デンマーク王・フレゼリク3世の軍に、包囲されていたテニンクの城で亡くなると、 わずか18歳で公爵位を継いだ。スウェーデンがバルト海世界を征服しようとした北方戦争において、スウェーデンによるデンマーク征服に失敗したことで、親スウェーデン派であったホルシュタインゴットルップ家の戦意は衰え、クリスチャン・アルブレクトは両国を追われ、その後の人生をデンマークとの交渉に費やさねばならなかった。1667年和平を結ぶ目的で、 フレゼリク三世王の娘フレゼリーゲアメリーリエと結婚したが争いは継続された。父の治世から始まっていたスウェーデンとの同盟関係をより強化し、そのおかげで両国の安全はある程度保障された。しかし、このためにシュレースビヒホルシュタインは大北方戦争をはじめとするスウェーデンとデンマークの戦場となった。1675年から1689年に かけて、ハンブルクで、亡命生活を送った。しかし、新生ローマ皇帝やスウェーデン王カール11世など、同盟諸国の圧力により、クリスチャン5世は、クリスチャン・アルブレクトに両国を返還せざるを得なく、なった。こうした経緯のために、クリスチャン・アルブレクトは、スウェーデンと結んで、デンマークと開戦直前にまで至ったが、同盟国の外交的圧力の成功によって、 戦争の危険は回避された。1665年に、キール大学を創設したほか、1678年に、ハンブルクオペラ劇場の創設にも関わった。また、画家のヨルゲンを弁装を庇護した、フレゼリゲ・アメイリエとの間に二二日を設けた、クリスチャン・アルブレクトと、ヒ・フレゼリゲ・アメイリエ。ありがとうございます。